韓国語レッスンに合う、はい、今日は母音と子音、この半切表で今作ってもらってます。ああいうよう、ね、もう完璧ですね。全くダメですね。高木社長、はい、もう完璧でしょ。一番勉強してるって噂が流れてますよ。じゃない今日は会話中心にやってます。高木社長、はい、はい、じゃあちょっとお願いします。さっきのアニハセヨから。あ、アニハセヨ、はい、はじめましては。あ、もう忘れたんですか。ちょ、ちょんぺっけすむにだ。もっと気持ちを入れて、ちょんぺっけすむにだ。ちょっと、もうちょっとこう普通っぽく、チョンペッケスムニダ。自分の名前を、チョッソン、チョッソン、チョヌマサちゃん、タカちゃん。いや、反対言わなくてもいいから、そのままお願いします。はい、あ、普通に高木、はい、高木マサノムイムニダ。はい、そこさらっと言ってみましょうか。チョソン高木マサノブ、チョソンじゃないから、チョノン、チョンペックスムニダ、チョノン高木マサノブイムニダ。はい、もっとぽく言う、韓国人ぽく、はい、チョンペックスムニダ、チョン高木マサノブスハムニダ。オッケー、ハムニダないし、あ、イムニダ。韓国ぽい、韓国っぽいですか。あ、はい、ぽいですか。はい、簡単。見れば見るほど韓国っぽい。チョンペッケスムニダ、チョンン高木正信イムニダ。OK。 トルスさん、はい、トルスさん、今日帰るんでしょ。帰りますよ。もう帰るんですよね。はい、その前に品物の見定めを。見定め、はい、トルスさん、今日山にもう帰ります。山に帰っちゃうの。山に帰るよね。お山に帰ります、ね、海がないんですよ。あ、そうだね。そうそうそう、埼玉バカにしたな今。バカにしてない。埼玉も海がないからね。長野バーサス。今日は飛行機で東京まで行って、その後夜行バス。夜行バスで着くのは明日の朝6時。6時、朝の6時に着くそうです。あ、すごいね。